れ替わり立ち替わりでございますんでね、どうかおしまいまで気を確かにお持ちくださいまして、お付き合いをいただこうと、まあこういうわけでね、まあ何しろなんでございますですよ、池袋はね、このぐらいの入りがベストな状況でございます。まあ、本当でございますですよ。ああもうね、お盆のね最盛期の頃はドゥーってんでね、山のようにお客様がいる、そこまでして聞くようなねもんじゃございませんから、このぐらいがちょうどいいんじゃねえかなというようなところでね、だいたい話の方はもう相変わらずでね、なんか子供が出てくる話になってんでねございますですよ。あの子供のさりげない疑問になってんでね、小話になっちゃうんですからね、ねえお母様なんですか、どうしてお母様はそうやってお化粧するの、何言ってるの、お母様がこうして綺麗になるためなのよ、はあ、はあ、どうして綺麗にならないの子供血だらけになってタウレスさんなんかいたしまして、まあね、こんなところが話の方の幕開きでね、希望希望、こんなところだってしばちいじってんじゃねってんだよ、いいからよ、表行って遊んでこいってんだよ、ああそう、今さお父さんにさお茶入れて差し上げようかと思ったんでございますけどね、ああそうですか、ああお邪魔ですか、そうですかそうですか、じゃあの表に遊び行ってきようかな、行ってこいよ、行きてえな、行ってこいってんだよ、行きやすいようにしてもらいてえな、なんだその行きやすいようにしてもらいてえんな、ちょうだい、何よ何よってことないよ、分かりそうなもんで、子供が親にくれってんだものさ、命くれとは言わねえでしょ、当たり前で、おめえに命取られてどうしようって、あったらよ小遣いの生息なんだ、そうなんだよ、お小遣いちょうだい、始まっちゃったこんちくしょうは、今朝やったろ今日の分、あれも使っちゃったの、使っちゃったらおめえが悪いなんだ、だからさ、そうなんだけどさ、だからいろいろ考えたんだけどさ、明日の貸していただくというのはいかがでございましょう、明日になったら困るんだ、それが困んねんだよ、明日だったらね、明後日の借りんと、明後日は、しあさって、しあさって、やぬあさって、やだ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 言ってるうちにね、あたいもお父さんもバカだから忘れちゃう、ろくなことは言わねえな、こっちくしょう、やらねえよ、いいんだよ、いいじゃねえか、さなんだよ、じゃあいいよ、おっ母にもらうからさ、それがおめえはバカだって、おっ母が持ってるおめえ、わしなんぞお父つぁん預けてるだけじゃねえ、金棒に小遣いやっちゃいけねえぞったらくれねえんだよ、あ、そうだよ、じゃないあのお母さんにさお小遣いちょうだいって言ったらお父さんがあげちゃいけませんよってからあげませんよってんでお父さんはそれで済むと思ってる甘えな始まっちゃった、何しちゃん、いいんでいいんでいいんで、お母さんにそう言ってやるんだからね、じゃあいいよじゃあいいよ、この間お父さんが出かけたすぐ後にさ、あのお母さんの大好きなあのおじさんがうちに来たこと喋っちゃおうっつった、お母さん驚くだろうな何言ってたよこの子、余計なこと言うんじゃないよ、一体いくら欲しいんだいってんでね、言うだけくれるんだよそうだあの手があった、遊びに行ってきよ、待てい待て、いいからこっち来い、おめえは今ニコニコしながら聞き捨てならねえこと言った、何か、お父さんが出かけた後におっかんの大好きなあのおじさん、聞こえた聞こえた、別に聞かせようと思って言ったつもりじゃないんで、そういうつもりじゃないんで、あたいだってさ平和な家庭に波風立てるようなね、